ラタラ動いてるんじゃないわよ。そうせかすなよ。こう見えて一生懸命に動いてるんだよ。それが一生懸命だって言うならカタツムリも。まあまあ全部運んだよ。ほんとせっかちだよな。私がやれることは早く片付けたいだけよ。そんな自信満々なら都市の科学についての情報習得はちょっとくらい進んだのか。知らないわ。物理法則があると言っても得意点が全部めちゃくちゃにするのに役に立つっていうの。そもそも私たち死者も生命体と定義できるかすらわからないのに。確かに得意点は都市を理解するにあたっての大きな不確定要素だよな。ところで司書の定義が難しいって？そこは俺も正直気になるからさ。司書って何だと思う？人間じゃないけど人間と同じ存在？全ての司書は図書館の中にしか存在できないの。指定司書と司書補はロボトミーで働いていたセフィラと職員が元になっている存在よ。そういえば似たようなことを聞いたな。昔のロボトミー社の職員たちが再び肉体を与えられて働けるようになったのよ。アンジェラは確かに約束を守ったわ。でもセフィラと職員だけが復活したわけじゃないの。幻想体も一緒に復活したのよ。ロボトミーのほとんどの施設が崩れ、光と戦闘でエネルギーを消耗してしまったせいで物理的な肉体を保てずにいるけど、司書たちは肉体を復元したけど精神的には不安定で、だから司書たちは幻想体を背負ってゲストと戦うのよ。それは私たちも同じ。そういうことだったのか。それでも幻想体ってのから力を借りるって感じだったし、力に飲まれるって感じじゃなかったな。ふと一線を越えそうな時があったけど。その線を越えればねじれという現象になるの。アンジェラはその線を越えないように調節してるのよ。なんだか舞台の上で踊ってるみたいだな。その通りよ。今度は私たちが舞台の上にいるみたい。アンジェラなりの復讐なのか。そうかも。でも俺はどうして巻き込まれないといけないんだ。ゲストを応対する過程で私と司書補が残忍に殺されたとしても、図書館が閉館すれば再び形が整えられて夢から覚めるの。でもゲストを応対するときはいつも苦痛と死に対して恐れを抱くのよ。どうしてかわかる？忘れるからな。ええ、司書たちはゲストを応対するときに死んでも再び目覚められるということを忘れるの。ゲストと同じく張り詰めた気持ちで相手しないといけないということよ。毎回死への恐怖と苦痛を覚悟してゲストと向き合うの。どう？図書館の正体がこれでもずるいって思う？まあ十分公平だな。それでも俺たちは生き返るじゃんか。結果的には死ぬ瞬間には知らないってことはさておき、だから全然ずるくないとは言えないんだよな。閉館して俺たちは苦痛を忘れるけど、痛みを感じたという事実は存在するじゃないか。この舞台の上で踊らせるアンジェラのことを恨めしく思ったりはしないのか？もっと苦しめられるならとっくにやってたでしょうね。アンジェラはそれなりに気を使ってくれてるみたい。昔のロボトミーじゃ職員は文字通り消耗品だったの。他の企業と同じように。だけど少なくともここでは司書を捨てようとはしてないわ。誰も捨てられないの。捨てられないか。まあ何とかしていい方向に考えようとするのがティファレトのいいところだよな。これを年の功って言うのよ。俺はたまに図書館で目を閉じて目覚めるときに二度と目覚めたくないって思うんだ。いや、ここだけじゃなかったよな。外でもずっとそうだったんだ。眠りから目覚めなければって思ってたんだ。どうして？きしむ体を起こして何の期待もない一日をまた始めないといけないから。期待がないの？そうそう、何かに対する期待なんてとっくに捨てたんだよな。俺自身やこの回る世界はいつか没落するはずだ。君たちが言ってたその心の病をひどく患ってるのかもしれないな。私はみんながもう少し良くなるってことを信じてるわ。ま、信じるのは自由だし。
じゃあ舞台の上で踊る準備でもしに行くか。